伊藤建木伊藤玄木旧宅にある像、伊藤玄木明治4年1月2日は、江戸時代末期から明治にかけての乱邦医。江戸幕府奥医師、名は淵、近代医学の祖で、官医会における乱邦の地位を確立した。完成12年、非全国にて、新山神社に仕えた執行、重助の子として誕生する。後に、佐賀藩士の伊藤家の養子となる。実家の執行家は、 佐賀藩着座執行家及び、櫛田偶者家執行家の一族と考えられるが、当時は貧しい農民であった。また、八日の伊藤家は、戦国時代の竜造寺氏の不大家臣伊藤家衆の子孫にあたる。長崎の鳴滝塾で、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトより、オランダ医学を学ぶ。1826年4月、オランダ省官庁の江戸散布に、シーボルトが随行する際、 一緒に、江戸へ向かい、そのまま江戸に泊まり、佐賀範囲の身分で蘭学の書道士と交流する。文政11年のシーボルト事件では、連座を免れた。天保14年12月、佐賀藩、鍋島直政の寺として七人口で召し抱えられる。開盟2年7月20日、佐賀藩に牛刀手刀病の入手を進言し、オランダ召喚を通して、これを入手に成功。 この闘病が長崎から京都、大阪、福井から北陸へと広まり、そして10月には江戸に運ばれ、首都は関東や東北へ広まった。安政5年5月7日、玄木は大月春祭、戸塚正海らと測り、江戸に首都省を開設、弟子の池田田中を同所の留守居とした。同年7月3日、江戸幕府第13代将軍、 徳川家定の活下による渋滞に際し、官方医の青木春代、縁田清庵、安、乱邦医の戸塚政界と共に、幕府奥医師に許容される。乱邦内科医が幕医に登用されたのは、伊藤、戸塚が最初である。元木は、この木を逃さず乱邦の拡張を図り、どうなのかには、伊藤関西、竹内玄道の増員に成功した。これにより、乱邦内科奥医師は4名となった。 さらに、同年10月16日、時のこれら流行を利用し、松本良保、吉田治安、伊藤玄恵らら安保院の採用を申請した。前室の首都所は、半年後に火災で消失するが、首都の拠点を一旦原木の自宅に移した後、翌年には場所を移して再建される。この再建の際、浜口五両が建物第300両、 機材代400両という大金を寄贈している。さらにその翌年には、幕府の支配下、すなわち公的機関となり大月春祭を責任者とした。そのまた翌年の文久元年、西洋医学書と名を改め、教授、解剖、首都の参加に分かれて、西洋医学を教授、実践する場となり、文久2年年に、林、道会や竹内玄道と共に原木はこの西洋、 医学書の取締役を命じられた。同年12月16日には、乱邦医として、初めて法院に進み、長春院と合し名実ともに、乱邦医の頂点に立った。同年、大月が死去したため、公認の頭取りとして、玄牧らの水盤により、大阪から大型公安を招兵文久3年、大型が死去すると、公認の頭取りに、松本良順がついた。 同年1月25日、松本良順の断崖により原木は失脚、小不審入りとなる。源氏元年10月28日、小不審医師より、より愛医師に昇格、幾分地位を回復するが、異号区医師に帰り咲くことはなかった。明治4年、死去。墓は、東京都台東区谷中の天竜医にある。大正4年11月。 大正天皇即位の礼に際して、十四位を送られた。妻は、長崎のオランダ語通じ、井の又伝え自衛門の長女、寺氏。向こう用紙の伊藤法政、1834から1898、相模原出身は、明治天皇の次位。尊位だった鈴木豊作の長男として生まれ、同じく尊位の井上厚子祭の寺小屋で学んだ後十七歳で、 上京して、原木に、指示、29歳で日本初の、管理図様式病院長崎養生所に移り、オランダ人軍医ヨハネス・ポンテ・ファン・メーデル・フォールトに学び、1862年の幕府派遣留学生として、臨権会らと共に、オランダで医学を収めた。1868年に帰国後、大転移を経て1870年から4年間、ドイツで学び、 1877年に次位となる。1887年の欧州派遣を経て1891年より、宮内省御用係として、明治天皇と皇太子に仕え、1896年には宮中古問官となった。片瀬の長女浜の夫に鈴木愛之助。昭和天皇の次位を務め、その死を見取った伊藤定蔵も子孫である。ありがとうございます。